皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は性別を変えた人間のおしっこ事情をお話しします。イエーイ。で、冒頭の挨拶の通り、私は元男の子で、男性から女性に性別を変えた人間なんですね。初めてこの動画をご覧になる方向けに少し私の自己紹介をすると、22歳までポコチンをつけて生きてきたんですよ。まずポコチンを切ります。その切ったところに穴を作るんですけども、ただ穴をほじくって作るっていうよりかは、ちょっとね、特殊な手術なんですよ。腸ありますよね。で、腸をちょびっともらって、そのパイプを膣に見立てて穴に設置する、なんかまあそんな感じです。だから結構難しい手術なんです。で、そこまで行っちゃうと、おしっこの仕方がめちゃめちゃ変わります。まあ男性と女性っておしっこの仕方違うじゃないですか。私も男の子を経験してるんで、まああんまり良くないけど、タッチションもしましたし、自分の狙ったところにおしっこできるんですよ。だからそこが男の子の強みだと思ってて、意外とね、今こうやって生きてて、男と女おしっこをするにはどっちがいいかって言ったら、断然男だなって思っちゃったんですね。だからそれを今回お話ししていきます。性別を変える手術をすると、もちろんおしっこをする場所が変わるんですね。今まで男の子の時はおしっこするホースが斜め前にこうやって出てるっていう、こうポーチンがあったらこうじゃないですか。でも手術をするとこうなくなるんで、イメージとしては尿道が真下に向いてるっていう感じ、もう全然違うんですよ。で、そこで何が困るかっていうと、今までの感覚でおしっこをすると漏らすっていう点、漏らすっていうのは尿道の長さが全然変わるんで、そのホース分の長さがなくなるわけですよ。あー、30分ぐらいはおしっこ我慢できるんだろうなっていう男の子時代の感覚でおしっこ我慢すると、いざもうやばい、おしっこしていやーっていう時に直前で漏らしてしまう。それは私、コンビニのトイレとか、まあ、コンビニトイレ大体みんな駆け込みがちじゃないですか。緊急事態とかに今行くんですよ、私の場合だとね。で、そこでやらかしたりとか、まあ、ありますね。そこを気をつけなきゃいけないなって思ったのが1点ですね。で、2つ目の、狙ったところになかなかできなくなったっていう点。簡単にイメージすると、さっき言った通り、男性の場合だと狙った、もう本当に的に当てれるんじゃないかっていうぐらい男の人ってできるじゃないですか。でも女の場合だと下に向く、まあ、本来の女性、私わかんないから、もうなったことないんでわかんないんですけども、どうなんですかね。私の場合は下にピシーってこう、なんていうのこれ、シャワーのように出るっていうことなんです。で、それがすごい慣れるまで難しかった。多分これもね、性転換手術を受けた人によっても様々いろんな出方があると思うんですよ。尿道のつけた位置とかにもよっても変わるだろうし、ただ一番大変だったのは手術の直後のおしっこなんですよ。もちろん手術した後ってめちゃめちゃ腫れてるんで、そうなると自分のこの腫れたお肉の中からなんか漏れ出しておしっこをするっていう。でもないわ、今もだ、それそんな感じです。自分で話さない限り、あ、そうだったって思わなかったかも。そうか。あ、でもその手術の直後はめちゃめちゃパンパンに腫れてるんで、もう余計大変だったんですよ。しかもどうやって力んだらいいかもわかんないから、そこがすごい大変でした。あと、もう一個大変なところ、男性の時みたいにおしっこを出して、あ、ここで止めよう、ピッと止めたりとか、もう一回絞ろうって言って出したりとか、その自由自在さが私は今でもできないです。だからパンツを履くまでがすっごい不安。何が不安って、その、あ、もうおしっこ出し終わったんだなと思ってパンツを履いたら、もしかしたら自分の意思に反するおしっこが出るっていう場合が過去に何回かあって、そういうことがあって以来、私はすぐにトイレから出ることができなくなっちゃったっていうのが私の今の現状です。むしろそれって女性の場合どうなんだろう。そこは本当わかんないですよ。なんか普段私は性別を変えて女になったって言っても、結局生まれた時からの女子の人の気持ちは一生わからないから、どうなんですかね。女性の場合はちゃんと絞り切ることができますか。私はできません。だって大変でしたよ。そのおしっこをまだ慣れてない時は自分の太ももにかかっちゃったりしたし、和式の場合ですよ。もうその時はすごい、もうトイレになると憂鬱になってしまうっていう。だから一時期家にいる時とか、おしっこするのにトイレに行かずに浴室に行って
って、そこでおしっこするみたいな。毎回こうやって自分の股間にシャワー当てて洗ってっていうのが、多分ね、3ヶ月ぐらい続いたんじゃないかな。もうそのぐらい、もうまるっきり変わるし、私は苦労しました。まあ自分が女になりたくてした手術なんで、そんな文句言えないですけど。でもそれをひっくるめても、手術してよかったなって思ってます。それはみんなとこうやって YouTube を通して仲良くなることができたから、でも私が股間のことで悩んでるのって、多分ダイレーションっていうのはその穴を塞がないようにする、そのピアスの透明ピアス作業みたいな、まあそんな感じです、簡単に言うと。その作業と、そのおしっこが不安定だったっていうことぐらいで、それが未だにあんまり悩みはないんですよね。まあ過去の動画でもいろいろ話してますけど、なんだかんだ大変なのその二つだね。周りの元男の子さんはもっと苦労してる人はいっぱいいる。その作った穴がなんか変な方向に なんだろうなっちゃってたりとか、あとは安定しなくて埋まりかけちゃったり、うん、ちょっと説明しづらいけど、それがうまくいかなくて悩みまくって再手術したりとか、もうもっといっちゃうとその自殺したりとか、もうそういう人もいっぱい周りにいたんで、今んとこ私はおしっこぐらいかな、大変なのは。むしろ今はそれがデフォルトになってるんで、私はこの自分の作った女性器のその肉の間からシュートしてるみたいな、そんな感じです。その例えがわかる方はぜひコメントください。それ以外の方もぜひコメントくださいね。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネルも更新してますので、ぜひ画面の下からチャンネル登録とフォローしてねー。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。私ね、今、ちょっと、考えてることあって、悩みとはまた別なんですけども、その、コンビの YouTuber っていいなって、すごい、思うんですよね。良くないですか？面白いっていうか、その、掛け合いができるのって、私見てて羨ましいなって思うんですよ。グループ YouTuber もいいけど、コンビっていいな、みたいな。いいな、コンビ。どうします？私がコンビやったら。なんで、いきなり私がコンビの YouTuber になるかって言ったら、もうそれはね、非現実的なんですよ。今まで自分のチャンネル、まあ、自分だけはこうやってやってるチャンネルだから、いきなり知らない人が入ってきて、うえってね、なっちゃう人もいると思うんですけども、なんか、月2とか、月3くらい、週1？多くて週 1？ なんかコンビ YouTuber ごっこやってみたいな。じゃあ私ね、どっちかっていうと、学生時代から、いじられキャラなんですよ。いじられキャラなの。この後輩に、めちゃめちゃ舐められるタイプなの。悪い意味でじゃなくてですよ。いい意味で。なら、なんかそういう部分で、なんか、そう、掛け合いみたいなの私したいんですよ。憧れなの。最近私がめちゃめちゃ見てるのは、まあ、コンビの YouTuber って言ったら、水溜りボンドさんとか、あとパオパオチャンネルさんとかも、すごい見てるし、いや、いいなーって思う。でも、水溜りボンドさんってなんかグループ YouTuber っぽいですよね。キイチさんとかもいろいろね、出られてて。なんか、いいなって、ただ思っただけです。まあ、こんな感じで、今日の動画終わります。また見てねー。埋もれてゆく夜空の